アナミさん、こんにちは。カンデシということで、皆さん、前回のね、第118回タワーどうでしたでしょうか？まあ、僕はですね、レート2300ちょっと超えたぐらいで、順位が307位でした。はい。で、まあ、僕が使っていた編成が、まあ、まずクレイどれかな？これかな？ちょうだいってやつですね。はい。まあ、クレイは、まあ、対決ルカを主体とした編成ですね。まあ、クラウディアで空中地面向こうを張っていって、あとはまあ、このリルテッドでね、あのクリスマスミュア来た時に捕まえるようで使っていて、で次、ハードはまあこういう感じですね。僕ハード強いキャラね、ラインズマシャロットしかいないんですよ。ほんでそういう時にストロークリリカめっちゃ強かったじゃないですか。だから結構積んでたんですけど、まあストロークリリカが下方修正されてからまあこの編成でまあ頑張ってちょっと上げたって感じでしたね。まあこれ正味ソフィーはね、いなくてもいい気がするんですけど、まあ、主にこのね、ラインズマシャロットとミラを使って戦っていったって感じですね。割とミラ刺さったりするんで、まあ割と、まあ僕はおすすめですけどね。ただまあおすすめしないと結構いたりするんですけど、まあ僕は結構好きって感じです。でまあグラスはこうですね。まあグラスは結構強いですよね。聖エクセリアと温泉フラも王道のキャラですよね。ほんでまあ意外と刺さるのがこのプレミオ。まああのプレミオ持ってる方は一回使ってみてください。一応プレミオの動画前に出してるんでね、よかったらそれ見ていただけたらなと思うんですけど、マジでこの環境にめちゃめちゃ刺さってるんで、まあ僕はこの子をね入れて使っているっていう感じで、あと雪コートですね。まああの今回の第119回タワーやったかな、からはもう雪コートがなくなるんで、まあこの編成使うことはなくなるんですけども、まあほとんどグラスと同じ編成ですよね。こういう感じで、あとまあプレミオはあの入れることができなかったんでシェリルを入れているっていう感じですね。シェリルにこのラケットを持たしてるんですけど、もうこのシェリル結構強いんですよ。あの前にね、特定しただけでまあ SS ゲージがプラス 25% で、失点したとしても 30% 溜まるっていう、このシェリルね、っていう動画出したんですけども、まあこれ結構ね SS 回転に強くて強いので、ぜひね、まあシェリル持ってて、まああの厳選したいよって方はぜひね使ってみてはいかがでしょうか、という感じで、もう今回はですね、僕が戦って正しかった試合っていうのを流していきましたんで、そちらの映像を見ていってください。どうぞ。はい、というわけでやっていきましょう。相手のレート2508で、相手の編成は何かな、カルロス・サテラ・コルネですね。はい。ほんでラケット見てください。同じラケット2つあるでしょ。このラケットってカンナスカのラケット、まあ王者ラケットですね。はい。まあこのラケットって何が強いかっていうと、まあイレバンギミックめちゃくちゃ大きいの置けるんですよ。だから超邪魔っていう感じなんですけど、このラケットめちゃめちゃコルネに相性いいんですよ。やばいよこれ。まあコルネってさ、特殊状態になったら GS がどんなカーブショットとかロブショットであってもまっすぐになるっていう効果があるじゃないですか。だから SS も GS もどっちもまっすぐになるから、まあ相手はロブレンで対策するって人がいたりするんですけど、このカンナスカのラケットを使うことによってイレバンギミックを出せるんですよ。そうしたら相手はうかつにロブレンなんかできないんですよ。ロブレンしてしまうと、このねあのイレバンギミックに当たって失点してしまう可能性っていうのが非常に高くなるので、まあこのラケットでイレバンギミックを作ってですね、そっから戦っていくというか、めちゃめちゃ賢い方法やと思うんで、マジであのこのラケット多分今交換できたりすると思うんでね、まあぜひあのラケットの余裕があってコルネね、もうちょい強くしたいなとか思っててとか、まあコルネ持ってはいるけど編成に入れてないよっていう方は結構使ってもいい性能やと思うんでね、ぜひね使ってみてはいかがでしょうか。結構強いですよ。はい。ほんでこの人はリーダーのラケットはあれかな、あのヘリオブライトやったんかな。でもヘリオブライトはまあ GS 持ってないからまっすぐの球になってるっていう感じなんかな。ほんでまあ俺がさっき言ってたシェリル使ってますね。めちゃめちゃいい説明やろ。これやばいやろ、ほんまに。得点さえすれば最強って感じ。ただ相手にめちゃくちゃ取られたらまああかんけどね。ただまあシェリルは普通に高レート相手にも普通に決まったりするから、俺は結構おすすめやねんけどね。まああんま使ってると割といたりするんやけど、まあどうなんかな。まあ難しいとこではあるんやけど。ほんでまあ俺がつけてる靴はちょっとだけ意識してて、まあ、ラケットももちろん意識はしてるんやけど、まあ、シェリル使ってると全員につけてほしいスロットスキルっていうのがあって、まあ、この子もともと着弾点は見えるじゃないですか。だからスロットスキルさんに僕凍結無効をつけてて、スロットスキル1に暗闇無効をつけております。はい。なぜ暗闇無効をつけてるかっていうと、シェリルミラーをする際にですね、この子スペシャルを取ると、シェリルのスペシャルを取ると白闇っていうのが付与されるんですけど、白闇付与されたら結構画面見にくくなるんですよ。それを実は暗闇無効で防ぐことができるんですよ。なので僕はそれをつけて、まあ、ずっと、画面は見えるようにしてるっていう感じ。ただってか、普通に、あと、M セレナの、イレバンギミックあるやんか、あれの中に入ったら、暗くなるじゃないですか。その分も暗闇向こうにもちろん防ぐことができるので、まあ結構汎用性も高くて、スロットスキル1にはそれつけてて、スロットスキル3に凍結向こうをつけてるのはなんでかっていうと、まあシェリルって一応ね、空中地面どっちも向こうにすることはできるんですけど、同時にはできないんですよ。空中ギミックを向こうにするか、地面ギミックを向こうにするか、この2択なんですよ。なので、まあ1回に片方しかつけることができないので、まあ結構ね、両方で攻められたらきついわけですよ。で、両方で攻めてくるキャラといえば、聖夜エクセリアなわけですよ。
セイヤエクセリアっていうのは地面型ギミックのスリップを起こすやつか、空中型ギミックの凍結を起こすギミック、どっちもね一気に出すことができるんです。でまあスリップの地面型ギミックの方はシェリルでね防ぐことができて、ほんでそっから凍結無効スロットスキル3につけてることによって実質空中型無効みたいなことになるんで、まあ割とねセイヤエクセリアに勝っていけるっていう感じになってるんで、まあシェリルってグラスコートのキャラなんで、まあセイヤエクセリアにねグラスコートで困ってるって方はぜひねシェリル入れてみてはいかがでしょうか。僕的には結構ねお気に入りのキャラなんでね、まあぜひ使っていただけたらなと思うんですけど、まあシェリルのスペシャルの打ち方ちょっとだけコツがあって、まあ今ちょっとできてないんですけど、できてないっていうかまあ今のは不可能やったんですけど、ロブショットを打つときはもう画面の一番後ろから打つっていうのが結構決まったりするからおすすめ。ただまあ打つタイミングがバレるから、まあそこは微妙な点ではあるんやけれども、まあでも結構普通にね決まるので、ね結構取りにくいんですよ相手側からすると。なんでかっていうと、一番後ろから打つと、相手は一番後ろで取れないんですよ。だから、2バウンド目にこのロブショットを取るっていうことができなくなる時があるんですよ。普通に取られる時もなんかあるんけど、なんか取られへんこともあるんですよ。僕もたまに2バウンド目取ろうと思ってラケット踏んねんけど、なんか届けへんやん。なんか画面のちょっと、なんか外側に着弾してもうてるやんみたいな、2バウンド目がね。だから、まあそういうことを狙ってですね、一番後ろからロブショットを打ってあげると結構決まりやすいので、まあぜひね、おすすめっていう感じですね。あと普通に真ん中ら辺からとか、前から打つよりも後ろから打った方がですね、ロブショットの球速は速いので後ろから打っていただくのと、まあ、真っ直ぐのピンクの方はまあ前から打った方がもちろん得点力が高いので、まあそういう感じでそういうのを意識してね戦っていただけたらなと思います。で先ほども言った通りですね、この子地面型ギミックと空中型ギミックつけることができるんですけど、この子 SS 打った時は初め地面型ギミック無効っていうのがつきます。なのでこのカルロスギミックも全然怖くないっていう感じですね。ただもちろんだから不要無効がなかったんで、さっきカルロスにね状態解除されたって感じですね。ただまあ全然怖くなかったですね。多分あえてねシェリルが地面型ギミック向こうついてるってこと知らないんから、なんか多分カルロスで打ってきたってことは多分そうやと思うねんけど、まあ結構ね勝てましたよね、これ嬉しかった。まあシェリルさっきも言った通りね、得点時に SS ゲージプラス 25% とか増えるし、失点しても 30% 増えるっていうことで、まあ結構ね SS 回転率もいいので、相手にねまあどんぐらいの回転率で来るかっていうのを悟られないってこともできたりするんで、まあ結構良きですよ。このラケットはね。まあ、相手で意表をつくっていうのは素晴らしいことですから。で、あともう一個スペシャルの打つ時のコツみたいなのがあって、このスペシャル今緑のやつ持ってるじゃないですか。こっからわざと打たずに、このピンクのやつを瞬間的に取って打つみたいなしたらたまに決まったりする。お前ロブショット持ってたんちゃうのみたいな驚きでね、まあ、天気見れたりもするので、まあ、割とありかなと思うね、それは。まあ、あんま決まらんかったりもするけどね。ただま、結構おすすめではある。うん。でまあこういう感じで、もちろんギミックがあったらまあギミックより前ら辺で動いた方がいいですよ。で相手ロブ上げられた時が一番目玉なんですよ。なんでかっていうと、ロブ上げられた時は2バウンド目の時にちょうど画面のね一番後ろら辺から打つことができるんで、まあ結構得点力を生むことができるんで、まあ相手ロブを上げさせるっていうのも結構大事やったりするわけなんですね。で相手多分ちょっとだいぶ焦ってね腹パンしてしまったんですけど、まあまあそういうこともありますよね。ほんで相手まだカルロス来た。こっち特殊状態解除されてもまたすぐ SS ゲージ溜まってる状況やし、そんなやっぱ偉大ですよ、この得点時にめちゃめちゃ SS ゲージ溜まる、マジ神やと思いますわ。でもこんな感じにね勝ててこれ最終的にまあレート23008ぐらいまで行ったんかな。でも2300行ったからもうええやと思ってやめたって感じですね。まあほんまは200以内行きたかったんやけど、まあちょっとダメでしたね。ちょっと放置しとったらダメでした。ちょっと新キャラ来て怖かったんや。新キャラまだ慣れてないからさ、そんな行くっていうリスクを取るのはあれかなと思って、まあ諦めたって感じですね。はい。で、まあ2戦目はクレイコートですね。まあクレイコートはもう俺キャラ結構強いんで、キャラ結構強いっていうか、まあルカが特に強いんですけども、まあルカ主体で戦ってますね。もうなんでこれはね、SS 改変かかってるのに SS 飛ばされへんかったのか謎やったんですけど、まあいいでしょう。別に得点できたからいいでしょ。でまあ今回のタワーって結構僕ね高レートの人めっちゃ当たって、なんか前の動画でねなんかランカーエンブレム強すぎみたいな動画出したんですよ。そこでもうめちゃめちゃレート高いで、もうほぼ最終日の動画なんですけど、まあその時にレート3000とかね、レート2700とかえげつない人とばっかり当たってて、しかも負けまくってんねんけど、まあでも上手い人の動画見るってすごい大事なことやと思うから、まあよかったらそれ見てください。あとはまあ俺の解説付きのね、なんかレート2700ぐらいの人との対戦と、あと普通にレート2400ぐらいと、もうちょっと詳しいのは忘れたんやけど、結構レート高めな人との試合を載してるんで、まあそれで、まあ、負けた試合ではあるんですけど、相手のギアとかを
あの白手にノートでまあ覗き見してまあ解説してるっていう動画もあるんで、まあよかったらね、下の概要欄貼ってるんでね、そっから見ていただけたらなと思います。でこっから僕リルテッドでね特殊状態解除しようとするんですけど、あえて不要無効のラゲで撃たれたんですよ。だから俺はわざと打ち上げるっていうね、これ高等テクニックですよ。相手のあのラケットってね4秒間だけ打球効果無効がつけれて、まあ2連解除 SS やったら防ぐことができるっていう秒数なんですけども、こう打ち上げることによって2発目のやつを遅らすと、そうしたら相手はもうあのスルーせざるを得ないっていう状況をまあこっちは作ることができるんで最強っていう感じですね。あの近々ですね打ち上げ方っていう動画出しますので、よかったらね打ち上げ方とか知りたい方、わからない方はそちらを見ていただけたらなと思います。あの新しく出たほんまひまわりってキャラいるじゃないですか。あれは打ち上げれば打ち上げるほど強くなるんですよ。まあ初めの方だけなんですけども、最後の方になったら打ち上げる意味はないんですけど、初めの方にいっぱい打ち上げることによってまあメリットは結構あるキャラになってますので、まああのそれについて気になる方はですね、ぜひあのチャンネル登録して待っていただけたらなと思います。でこれ打ち上げたんはあのミスです。はい、これはあの打ち上げ方講座では言いませんこんな打ち上げ方はあの良くないのでこれは失点してしまう打ち上げなんでやめてください。普通に打ち上げる方法について話そうと思います。ということでまた皆さんお会いしましょう。バイバーイ。